い、どうも、はじめまして。スタンドバイシネマチャンネルの塚原奈子です。よろしくお願いします。はい。このチャンネルはですね、新旧問わずいろんな映画の感想や考察を行いながら、時折ゲストさんをお招きして、いろんな企画に挑戦していこうという映画チャンネルでございます。よろしくお願いします。はい。というわけで、ちょっとね、お久しぶりの動画になってしまったんですけど、キャッシュ&のね、感想とかあげようと思ってたんですけど、まあ、その話も後でしますが、そんな中、11月11日金曜日、の0時になんといきなり、ジブリの公式のツイッターから、ルーカスフィルムとジブリがコラボしたみたいなちっちゃい動画上がりまして、なんと、うわってとこで、まずはこの動画上げなきゃいけないなと思って、上げてる次第でございます。いや、びっくりしましたね。いきなり来たんで。っていうのもですね、実はいきなりっていうか、2日ぐらい前にですね、デイブ・フィローニさんとキャスリン・ケネディの2人が来日してるっていうツイッターを見つけまして、あ、まあ、そもそもデイブ・フィローニさんっていうのは、まあ、ね、スター・ウォーズファンならご存知かと思いますが、まあ、デイブ・フィローニっていうのは、まあ、言ったら、今はもう、スター・ウォーズ界のクリエイターのトップですね。もともと、スター・ウォーズオタクから入ってあそこまで上り詰めたっていうすごい人なんですけども、テンガローハットの被ってるね、陽気なおじさんなんですけども、マンダレーレとね、制作総指揮とかやってましたし、まだ48とか49ぐらいに若いんですけどもね、方が長野ブロードウェイに来てたとか、新宿のゴジラを見に来てるみたいなツイートを見かけまして、と思ってたら、そこにキャスリン・ケネディもいたと。で、キャスリン・ケネディっていうのは、まあ、言ったら今、ルーカスフィルムのトップですね、社長ですね。ルーカスとジョージ・ルークスとも共同経営してる社長、女社長で、超やり手なんですけど、もともと、まあ、彼女は何者かっていうと、あとスピルバーグのね、助手で、1941とか、ET とかのね、プロデュースとかもしてたんで、まあまあもうその時代からやってるわけですから、超名敏腕プロデューサーで、まあ、彼女が、ディズニーを仕切るようになってから、こうやっていろんな幅広く展開をしてて、まあ、その辺はね、賛否両論ありそうなんですけども、まあ、僕個人としてはこんだけ広げたのは彼女の力だなと思ってますし、まあ、すごいなと思ってるわけで、その二人が日本に来日してるっていうつぶやきがあって、何してんのかなと思ったら、多分このためだったでしょうね。このタイミングでこの発表ってことは、いやー、とんでもないことが起きてるなというわけでございます。そもそもね、まあ日本とスターウォーズの関係はとてもね、皆さんご存知のように深いものがありまして、まあね、黒澤明に、ジョージ・ルーカスが影響されてるなんてこともありますし、まあジェダイがね、時代から来てるとか、ダース・ベイダーね、ダース・ベイダーの甲冑がもちろん鎧の甲冑とかから来てるみたいなとこももちろんあるわけですから、とても縁深いんですけども、こんながっつり日本のトップのジブリですよ。ジブリと向こうのなんかハリウッドエンターテインメントトップのスターウォーズがコラボする日がね、がっつりする日が来るとは。で、ちょっと前から、トイストーリー3にトトロのね、ぬいぐるみが出てるとか、ズートピアか。ズートピアにあの、ビスケット、クッキーみたいな感じでトトロが出てるみたいな、まあディズニーとのね、親和性っていうか、コラボはあったので、まあ、いつか来るかなとは思ってはいたんですけども、まあ、そもそもね、ちょっと話また戻りますけども、今ね、大人気、アソーカタノっていうキャラクター、まあ、クローンウォーズとかね、反乱者たちとか、最近はね、マンドリアン出てきましたけども、の、アソーカタノっていうキャラクターが、もろ、もののけ姫のサンに影響されてるっていうのは、ちゃんとがっつりディープフローにも語ってますんで、まあ、メイクとかね、そっくりですし、で、あのあたりは、もちろん影響を受けてた中で、いや、とうとう来たかと、ジブリとのコラボが。希望としてはですよ、まあ、そうかの、新作アニメとかを作ってほしいなとも思ってはいるんですけども、そしたら超激アツですからね。あ、そうかなのもともと物のけ姫ですからね。なんですけども、やっぱあそうかはね、来年ドラマもありますし、まあ、さすがにちょっとそんながっつりで、ね、直接的なコラボはないだろうと思うんで、楽しみに待ちましょう。できたら配信とかじゃなくて、劇場でがっつりね、2時間ぐらいのアニメ、スターウォーズのアニメやっていただけたら、とんでもなく盛り上がるんじゃないでしょうか。まあ、それもまだ決まってないっぽいですけど、ジブリの方からね、まあ、この辺のね、進展状況はまだしっかり発表することはできません。準備中ですみたいなことをアナウンスされてたんで、まだね、ちょっと先になるかもしれませんが、楽しみに待ちましょう。と、思っていたら、なんと先ほどちょっと夕方ぐらいに、なんと明日配信される、11月12日に配信される、スターウォーズ全っていうね、グローグちゃんの、ベイビーヨーダー、グローグちゃんの短編集が明日ディズニープラスに配信されるんですけども、それになんと、グローグ&ザ・ダストバニーズっていう短編があると。で、これ、ダストバニーズって何なのかって言いますと、マックロクロスケ。ダストバニーズイコールマックロクロスケだってことで、なんとですよ、グローグとマックロクロスケの短編の CG アニメーションが見れるということが、いや、早いじゃない。当分先かと思ったら、明日ですよ、明日。明日のもう夕方に配信されると思うんで、この短編をね、まだ配信されるっていうのは知らない方も多いかと思うんで、ぜひとも明日、ね、配信を気にしていただいて、見に行っていただけると、早速そのコラボレーションが見れるということで、超超楽しみでございますね。まあ世間的にはね、もうワカンダフォーエバーとかね、スズメの戸締まりでね、バタバタしてるかと思いますが、僕もまあ見に行きますが、まずはね、これを見ていただきたいなっていう感じでございます。その短編で終わるわけではないと思うんでね、コラボレーションが。
今後も絶対続くと思いますし、いやー楽しみですね。スターウォーズ×ジブリ、ルーカスフィルムズ×ジブリ、いやー楽しみですね。はい。でちょっと先ほども最初も話しました、ね、キャシアンドをね、僕もちろんずっと追ってるわけですけども、ちょっと今回ね、すみません、雑談、スターウォーズ雑談みたいになっちゃって申し訳ございませんが、ね、キャシアンドがね、やっぱりね、全12話で今10話まで来たんですけども、結構言われてるように展開がね、まあ、ゆっくりとは言いません、とても丁寧なんで描写が、やっぱ1話ずつレビューを上げるのはちょっとどうかなと思ってながら、毎回ね見過ごしちゃってるか見ちゃってと感想を上げてなかったんですけども、まあ丁寧っていうかキャラクターがねとても多くて、ね、キャシアンドだけをしっかり描いてれば私は進展してるんですけども、ルーセンとかね、すごくお母さんの、マーバとかね、みんな大好きシルカーンとかね、シルカーンとか、あのキャラクターたちの描写はね、こっち行ったらあっち行ったりするんで、話がなかなか進んでいかないんですよね。まあそこは面白いところなんですけども、と言ってたら途中からぐいぐいめちゃくちゃ面白かったですね。今この、10話まで来てナーキナ5、牢獄ナーキナ5編ということで最高でしたね。昨日配信されました10話、もうね、何が言ってやっぱアンディサーキスがとてもいい、最高ぐらい皆さん思ってると思いますけど、8話からそのナーキナ5編に入って、最初アンディサーキスが出てきて、あれこんな感じでチラッと出てくるのかなって、そもそもスノークですからね、アンディサーキスはもともとね、うわ出てくるのかなと思ったら、ゲスト的なと思ったらがっつりメインでしたね。やっぱ引っ張ってきましたね。いやー、やっぱ顔がねはっきりしてるんで、あの方だからね、モーションキャプチャーとか多くやってこられたんでしょうけども、まず芝居がうまい、吸引力がとんでもなくある、やっぱあの役者さん最高でしたね。このアキナ5編の前の、脱出編のあの、アルダーニの目、もうあそこも素晴らしかったですけど、あんなね、素晴らしい映像をね、ここ数年の、10年ぐらいのスターウォーズで一番素晴らしかったんじゃなくて映像を見れましたけども、今回のアキナ5編もね、とても良かったですね。彼がやっぱ引っ張っていく、最後引っ張っていくところ、胸熱でしたし、なんだっけ、ワンザウェイ、道は一つしかないって、ね、このアキナ5にね、アナウンスするところとかもね、最高でしたし、キャシアンとキノロイがね、二人でこのやり合うし、喧嘩みたいな試合のシーンもめちゃくちゃグイグイ引っ込まれましたし、でこれやっぱ思ったのが、キャシアンドやっぱりね、あの自分が目に引っ張るってよりは、ローグワンでもそうでしたし、やっぱ誰かをこうやって焚きつけてそうやって先導させるっていう能力があるんでしょうね。とても見事なやり取りで、結局キノロイはあそこまでねさせたわけですし、キノロイってキャラクターがなんであそこに捕まったらっていうと、アンディサーキスが語ってましたけど、なんか労働組合かなんか その守るために訴えかけたら捕まってしまったと。めちゃくちゃ嫌じゃないですか、キノロイ。もともとなんか労働組合を守りたかったんですけど、帝国側に潰されたっていう。最後ね、ちょっとね、泳げないということで、衝撃のラストを迎えて、こうさあどうだったんだ、キノロイってとこですけども、ぜひとも彼には生きててほしい。なんなら彼のね、スピンオフが見たいぐらいいいキャラクターだったんで。でもね、熱かったですね、あのシーンはね。さらにね、ルーセンもね、めちゃくちゃ良かった、ステルスカルスガルド。あのね、バーってエレベーターが開いたらね、黒いマントが風になびいてるみたいなシーンもめちゃくちゃかっこよかったですね。あそこでスパイにさせたらね、ここにね、あんた何を犠牲してんだと、俺はもうやめたいって言った時に、犠牲と、全てだと、平常心、平穏、親族、愛、僕、俺は全てを犠牲にしてきた、俺は15年間呪われた人生を送ってると、もうめちゃくちゃ胸熱でしたね。そして俺はきっと日の目を見ることはない、この活躍は、でも未来のために俺は生きてるんだ、活躍してるんだ、活動してるんだっていうシーン、いやーそうでしょう。だから結局ね、まあ坂本龍馬とかね、もちろんね、豊臣秀吉とかね、スーパースターたちはね名前残ってますけども、そうじゃない人たちがいっぱいいるの歴史じゃないですか。っていう中で、ローグワンでも語られてないわけですよ、ルーセンは。スターウォーズ本編で本誌でも、エピソード4、5、6でも名前が出てくるはずないんですよ。だけども、彼のおかげで反乱っていうものが、反乱軍が立ち上がり、帝国を倒すことができたんだっていうね、最高の胸熱シーン。10話だからめちゃくちゃ熱かったですね。もう本当に良かった。そして、モンモスマのシーンも良かったんですよ。モンモスマがね、ラボスカルダンっていうやつと、密談という会談するシーンで、結構、モンモスマがちょっと前から、政略結婚の話をしてるんで、なんでこんな政略結婚というか、結婚の、私は16歳で結婚したみたいな話をしてるのかなと思ったら、ね、ダボスカルダンが、良かったですね。結局お金じゃないと。私の14歳の娘を連れてきていいかと。うわ、そっちか。よくできた脚本、そうか、その伏線だったのかと、結婚っていうのは。ダボスカルダンの息子とモンモスマの娘を政略結婚させてしまえば、ものすごい地位が得れると。なるほど。いやー、この脚本見事ですよ。と、残り2話ですから、今回、シーズン1は。で、残り2話が、なんとトニー・ギルロイが脚本として帰ってくるらしいので、もっとギュッと絞られた2話になると思います。激アツなスターウォーズ界でございますよ。とりあえず、ルーカス・フィルムズ×ジブリのコラボが発表されたってことで、で明日のね、スターウォーズ全話をね、まず楽しみに待ちましょう。
はい。というわけでね、いろんな映画、特にスターウォーズとかもね、いろんな映画のね、感想とかも上げていこうと思ってますね。よかったら、高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。はい。というわけで、ありがとうございました。ワカンダフォーエバー。いや、怒られますわ。違いますよ。フォースと共にあらんこと。明日楽しみにしてます。